こんにちは。今日は大阪府臨床心理士会研修報告、引きこもり支援と対話、斉藤珠樹先生による講演をまとめていきたいと思います。こんにちは。公認心理師、臨床心理士の宝塚ラボ子です。今日は2020年8月に行われた大阪府臨床心理士会の研修報告をもう一度見直してみたいと思います。テーマは、引きこもり支援と対話という斉藤珠樹先生が講師の研修会でした。受講した内容と感想をまとめていきたいと思います。斉藤珠樹先生はスライドを数枚使われたそうですが、ほとんどスライド以外のことをお話しされていて、とても迫力があったそうです。その迫力はなぜかというと、臨床心理士の研修会なのですが、全員に向かって心理検査を一回取っただけで発達障害と認識するなと言っておられたからだそうです。実際、アセスメント不足が原因で大切な箇所が見落とされ、出された処方箋で副作用が出て、クライアントが病院嫌いになる。結果、引きこもりが長引いたり、社会参加が遠のくという被害が実際にあるそうです。レッテル化、発達障害バブルについて、ちょっと君たちいい加減にしなさいと言っているように見受けられたと感じたそうです。正しいアセスメントというのは、必ず幼少期から現在までを振り返って聴取すること。また DSM に記載されている症状やパターンをちゃんと頭に入れておいて、クライエントの行動がどのパターンか、当てはまっているかを理解してから検査をしなさいと言っておられたそうです。訪問カウンセリング、引きこもり、不登校もそうですが、何度も言うけれど、本人には拒否権がある。本人が面会をノーだと言ったらノーなんだとも話され、引きこもりが甘やかしだという誤認や、当事者視点に立つのがスタンスで、制度が先行すると押し付けが生まれるというのも心に響きました。本人が安心して引きこもれる環境が大事というのもとても勉強になりました。その他、クラフト、引きこもり家族支援のワークブック、イエールボックス、強迫性障害の尺度、暴露療法なども説明があり勉強になりました。オープンダイアログについては少しだけ触れられていましたが、詳しく語られることはありませんでしたということです。ですがその内容として、本人が何を話したいかを尊重する、説得、正論、叱咤激励は独り言、その独り言が事態をこじらせることがある、外出させたいなどは脇に置いておき、本人の言葉に心を傾ける、対話の目的は対話を続けること、相手を変えたい、何かを決めること、結論を出すことではないと話されておられました。今日は大阪府臨床心理士会の研修報告、引きこもり支援と対話という2020年8月の研修会のまとめをお話ししました。心理検査を一回取っただけで発達障害と認識するなという言葉がとても心に響きます。レッテル化、発達障害バブルについて、ちょっと君たちいい加減にしなさいというのも大変心に染みます。心して活動しようと思います。今日は引きこもり支援と対話についてお話ししました。それではお元気でごきげんよう。